すごい、うわー、キュンキュンしたー。盛り
どうぞ。こちらへどうぞ。本日はどうなさいました？あ、なるほど、旅筋ということで、パン好きでしょ。わかりますよ、パン好きなやっぱ顔してますもんね。わかります、わかります。やはりね、気をつけないと糖分取りすぎたらですね、糖尿病になったりもするので、ぜひ気をつけてくださいね。これから、ね、健康に気を使って頑張っていきましょうね。薬もちゃんと出しときますので、ではお大事に、どうぞ。キュンキュンさせるんだよね。だってさ、相手がさくらだもん。自分がさくらだもん。症状を今説明したっていう。理想の、お医者さんをですね、言いました。私がキュンとするお医者さんを演じます。なんか親身に寄り添うような感じ。そうです。ここはですね、やっぱりお見本見せて。そうですね、ごめんね、先やらせて。最年長先にやらせるのも本当に申し訳ない。ちょっと本気を見せてあげてくださいよ。よーい、アクション。ご主人様、ご注文のオムライスお待たせしました。いつも来てくれるから、今日はちょっと素直な気持ちをね、書きたいなって思います。はい、大好き、ね、ご主人様、ご主人様のご主人様だけのメイドさんになりたいから、今日は一緒に帰ろうね。加藤、いや、素敵だったよ。うん、すごい萌えキュンだなって。あー、萌えキュンだけど萌えたな。うん、じゃん、絶対だね。本物みたい。見たい、本物ではない。はい、こちらご主人様にオムライスです。じゃあ一緒に美味しくなる魔法をかけてくださいね。いくよ、せーの、萌え萌えキュン。皆さんでお手を拝借。絶対次この衣装いる気がする。絶対これ着るから。それでは3人の着替えが終わったようなので、1人ずつ呼び込んでいきたいと思います。せーの、くーちゃーん。はい、魔女の宅急便のキキになりました。おさまちょっと違うじゃない、本気じゃなくて傘なんですけど。かわいい。本当ですか？でもね、でもね、嘘、もう外してます。ナッチロックスで、サーちゃんを呼ぼうと思います。せーの、サーちゃん。ちょっと待って、どこの国の人？シェイ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 。おー、ちょっとあれですね、海外から来られたんですか？そうですね、カムサムギナ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 。中国の衣装に興味があったことになったの。ありましたよね。やりきってる。気合い入れ、もうすでに役に入ってる。すごい、すごい。じゃあ揃ったということで。まだいるの。みんなが一番見たい子がいるじゃん、まだ。いいよ、来て。呼んでくれないんだね、いるとき。はい、で、行きましょう。バー。はい、キョンシーです。やっぱり自分がね、まだやったことないね、ものをちょっと挑戦したいなと思ったから、ね、そう、やっぱりね、キョンシーってみんなちょっとどんなのか分かんないじゃないですか。正直私も分かりません。やっぱ大人の魅力をね、キョンシーで出していきたいって、ちょっと挑戦心ですね。みんなメイクも気合い入ってんのよ。そう、メイクも頑張りました。かわいい。それではくーちゃんからスタンバイしていきましょうか。はい、アクション。あー、どうも、どこ行ってんのよ。もうちょっと約束してたでしょ。もうじゃあ今から夜のお空の旅一緒に行こう。カット。いいよ、アク、いいよ、いいよ、いいよ、とてもいいよ。ありがとうございます。いい、めちゃくちゃよかった。よかった。それではもう自分のやれるだけやりきってやってきてください。頑張ります。よーい、アクション。今日は夜景の綺麗なディナーだね。いや、すごい綺麗だね。ワインでちょっと乾杯しようか。乾杯。やっぱ美味しいね。綺麗な夜景、綺麗な
タクラミティさん前飲むのってやっぱりいいね。ずっとさ、でも私思ってたことがあるんだけど、やっぱり私あなたのことが好きだから。カット、ね、違うのかなっていう。ちょいちょい笑いライブ来たみたい。え、ちょっと待って、え、どういうこと。中国から日本に日本の、彼と付き合う前でして、デートに誘われて行っております。気合入ってますね。もちろんです。次はね、最後ということですよ。もうこれはキュンキュンをもらいたい。はい、本心のキュンキュンセリフを聞きたいなって思います。よーい、アクション。うがえ、うが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 ちょっと待って、ちょっと待って、え、あのさ、キョンシーってこん、え、うが、え、あれは何て言ってたの。私の運命の人はどこどこ、あ、いた。ちゃんと翻訳がうがうがえ、うが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 。順位の発表に行きたいと思います。第1位の発表です。大人の魅力があったのはグラドー、せーの、ミトシいじってるやん。ビリの発表に行きたいと思います。それでは大人の魅力がちょっと感じられなかったなっていう人の発表をしたいと思います。L！ じゃない L ちゃんは大人の魅力っていうか、あ、なるほど、ちょっと大人すぎちゃったんだね。ちょっとバラエティ感あるな。今回、ビリには罰ゲームを用意してて、絶対即興で書いたからすごいんだけど。出たカタカナで罰ゲームありますとか即興感すごい。あるんだ、もともとあったの。なるほどね。それはね、はい、L ちゃんがセーラー服なの。イエーイ。だってさ、いつも若い方がいいって言ってもね、確かに。そうこの前なんか16歳って聞いた気がして、あ、そうなんだなって思ったので、セーラー服に着替えてきてください。マジで嫌なんだけど。学校の制服があるじゃない。そうだね、やっぱまだね、私20歳になったら見ようと思います。行ってきます。はい、というわけでこの後エルちゃんの可愛い可愛いセーラー服姿が見れるということで、皆さん最後まで絶対に見てください。バイバイ。最後まで見てくださいね。バイバイ。また見てね。バイバイ。ご主人様、お隣のお掃除終わりました。ご主人様は次どこに行くんですか。ね、他の女とご飯ってどういうやつ。一緒に行くって約束したでしょ。ねえ、好きだよ、一緒に帰ろ。もういい、もう。